防衛省地方防衛局の行政職事務区分採用についてご紹介いたします。こちらが今回の説明内容です。まず地方防衛局の役割、所在地、管轄区域、構成、組織といった地方防衛局の概要を説明した後に、地方防衛局の企画部の業務内容の説明を行います。よろしくお願いいたします。まず地方防衛局とは何かというところから説明しますと、地方防衛局は防衛省の出先機関として全国に所在しています。防衛省の中には様々な機関がありますが、その中でも地方防衛局は陸海空の自衛隊や在日米軍と周辺地域の皆様を結ぶ、つなぐ架け橋になるという役割があります。架け橋って何と皆様思われているかと思いますので、これは後ほど業務紹介の際に詳しくお話しいたします。こちらが地方防衛局の全国の所在地及び管轄区域です。防衛省は今まで全国転勤を行っておりましたが、令和4年度からはブロック管理というものに変わっています。ブロック管理が何かと言いますと、国家公務員なので 2,3 年に一度人事異動が行われるところ、その時の移動も自分が採用された地域と同じ地域で移動しましょう、転勤をなるべく減らしましょうというものです。地方防衛局のブロックは地図に色分けされている通りです。関東は真ん中の青色の北関東防衛局のブロックと、下の紫色の南関東防衛局のブロックが一つになって、関東甲信越のブロックになります。もし皆さんが採用されましたら、その後の移動の可能性は3つあります。まず1つ目が自分が採用された防衛局内での移動です。隣の係に移動したり、別の課に移動したりというものも1つの人事異動です。これが一番可能性が高いです。2つ目が、これは関東だけになってしまうんですけれども、北関東防衛局で採用された人が南関東防衛局に移動することもあります。頻度は少ないですが、可能性としてはゼロではありません。3つ目は、これはどのブロックにも共通しますが、本人の能力や組織の要請によって市外にある防衛本省での勤務もあります。続いて地方防衛局の構成について説明します。まず左の青とピンクのグラフは、新規採用者、事務官の男女比を示したものです。これを見てもらうと分かるように、地方防衛局若手職員は男女ほぼ同じくらいの割合です。防衛省というと男性の方が多そうなイメージがあるんですけれども、そんなことはないのでご安心ください。その隣の丸いグラフが事務官技官と自衛官の比率を示したものです。地方防衛局は防衛省の組織ですが、自衛官の隊員は少なめの機関です。なので私たちのようなスーツや私服を着た事務官技官が主体となって仕事をすることができます。こちらが地方防衛局の一般的な組織図です。地方防衛局には総務部、企画部、調達部、管理部と4つの部があります。行政職事務区分で採用される皆さんは総務部、企画部、管理部に配属されることが多いです。なぜ調達部が少ないかと言いますと、調達部は建築とか土木とかの技術職の人たちが基地とか駐屯地の建設の仕事をする部署になりますので、それ以外の3つの部の配属が多くなります。今回は企画部の業務内容を紹介させていただきます。まず企画部の地方調整課です。企画部の地方調整課では、防衛省や自衛隊のことを知ってもらうための防衛セミナーの企画開催や、全国の自治体の市長の方に防衛白書の説明に伺います。他にも在日米軍基地とその周りに住んでいる人の交流事業、スポーツ交流だとか音楽交流を企画したりしています。地方調整課のもう一つの大きな仕事として、地元調整という業務があります。例えばどっかの基地で新しい訓練をしますとなった時に、ある日突然何も言わずに訓練を始めてしまいますと、周りに住んでいる人がびっくりしてしまいますので、あらかじめ自治体の方に対して、いついつからこの基地でこういう訓練をします、それによってこうこうこういう影響が考えられますけれども、防衛省はこのように対策を講じていきますというご説明をします。そして地方公共団体の方からの要望事項を聞き取り、それを踏まえて自衛隊や在日米軍と調整を行うといったことを繰り返すことで、地元の方々にご理解をいただいた上で訓練をしたり、新しい機体を配備したりしています。先ほど防衛省が対策を講じていくと説明すると申しましたが、
防衛局が施策として実施している対策事業もあり、それについては周辺環境整備課、住宅防音課、防音対策課といった部署が担当していますので、これから説明していきます。まず周辺環境整備課です。自衛隊の基地や駐屯地があることでご迷惑ご負担になることがありますので、それに対しての補助や交付金の交付といったことも地方防衛局が行っています。例えば自衛隊の基地があると基地の周辺の道路を自衛隊車両が頻繁に通行することになるのですが、自衛隊の車両は一般の車両よりも大きいものが多いので、狭い道路を自衛隊車両が通るときには車両同士がすれ違う際に大変だったりすることから、道路を管理している地方公共団体がそういった道路の拡張を行う際には、それに対して防衛省が補助金をお出しするといったことを行っています。この他、防衛省が行っている補助金交付金のメニューとしては、今画面に表示されているようなものがあり、防衛省の補助金交付金のメニューは多岐にわたります。次は住宅防音課防音対策課です。自衛隊の航空基地や飛行場があると航空機の離発着による騒音が発生してしまいます。そうすると基地の周辺に住んでいる人たちは騒音の影響を受けてしまうことから、そういった人たちが少しでも快適に暮らせるようにお家の窓の差しを防音仕様にしたりだとか、夏場もなかなか窓を開けっぱなしにできないことの対応としてエアコンをつけるための補助金事業を行っています。周辺環境整備課、住宅防音課、防音対策課では、こういった補助金交付金を出していることによって防衛室による周辺への影響を軽減しています。このように地方防衛局は防衛室による周辺への影響を軽減し、自衛隊及び在日米軍の活動が円滑かつ効果的に実施されるよう、地方公共団体や地域住民の方々のご理解やご協力を得る役割を担っています。防衛省ホームページに掲載している地方防衛局の採用パンフレットには、この他の部署の業務紹介、若手職員紹介、キャリアパスといったより詳細な内容を掲載しておりますので、もし少しでもご興味を持っていただけましたら、ぜひ採用パンフレットもご覧ください。以上、地方防衛局の業務説明でした。ご視聴いただきありがとうございました。